はい、メチです。はい、メチです。今回、チキンラーメン横丁グルメ。うん。ごま油香るネギ塩チキン味。チキンラーメン。こちらですね。さっぱりネギ塩と、ごまとニンニクの味わいがうまい。いや、これどんな味あるんだ、これ。ネギ塩チキン味。ネギマ、塩、チキン、焼き鳥どんなのな。ネギ塩、気になる。うん。こちらの方が、カロリーの方が407キロカロリー。タンパク質が、11グラム。脂質が 16.2 グラム。炭水化物が、54.4 グラム。食塩相当量が 6.3 グラムとなっております。で、こちら。ネギ塩風味のオイル。特製ですね。蓋の上で温めてください。お召し上げの直前に入れてくださいとなっております。ドンと。こんな感じ。では開けますね。どんなんやろな、これ。これも下手くせ、ほら。慣れへん。ニコパテン慣れへんわ、これ。はい、行きましたと。ほら。今、ネギは入ってんな。当たり前やけど。ネギと何入ってんの、これ。この四角のやつ何やろな、チーズかな、何やろこれ。まあまあまあ、ええ匂いしてるわ。楽しみやな。楽しみです、こっち。咳込んだ。これ、こちらの方、食べたいと思うんすけど、ごめんなさいね。これ。やっぱこれ嬉しいよな、これ。二つ以上買ったらもらえるんかな。対象商品とか言って。こちら、ひよこちゃんケース付きのカトラリーセット。これも開けてみよう。これやっぱ嬉しいな、こういう。だから一気に買っちゃった。もう対象商品を一気に買ったら、ついてくね。可愛くないこれ。もうすぐ取れたけど、こちら、スプーンとお箸がついてね。嬉しいな、ほら。可愛くない?で、これ使うんかな、これ。これちょっと、閉めるんが大変やな、これ。閉めるん大変、これ。どう入ってたっけ?これ、もう分からなくていいだ、これ。だけど嬉しい、これ。おまけ付きって嬉しいな、これ。これはテンション上がった。もう、だから対象商品一気に買ったわ、ほんまに。いいでしょ、これ。かわいい。かわいい。ひよこちゃんかわいい。ひよこやんな、これ。かわいいな。では、こちらの方に。お湯を入れて、何分やろうな。3分。まあ、チキンラーメンはまあ3分やな。んで、しかもビッグです。ビッグの紹介忘れとった。ビッグになってます。お腹空いてるので、めちゃくちゃ楽しみです!はい、3分。3分経ちましたので、開けてみたいと思います。いきますね。ドン。ドン。はい、開きましたと。ネギ塩チキン味ってなんかあんま想像できへんねんな、なんか。ぶっちゃけな。では、ネギ塩風味のオイル、入れますね。はい。入れます。ドン。ドン。どんなんやろな、ネギマ?タレじゃなくて塩がネギマの塩みたいな感じやんかな。焼き鳥で例えるけど。はい、行きました。行きましたら、混ぜますね。使ったで。使うで、これ。行きます。ドン。ドン。ドン。これ、箸で混ぜた方がいいかな?このスプーンもついてたから、スプーンでも混ぜみよう。あ、混ぜやすいわ、これ。あ、混ぜやすい。これ、スプーンで混ぜるのありかもかな。これ、早いわ。なんかもう、つくがいいやけどな、これ。あ、いけたかな、これ。結構混ざったかな。いけましたかね。はい。どうですか?どうですか?ではでは、お腹すいたので、いただきます。お疲れ様です。楽しみやな、これ。楽しみすぎる。では、まず、おスープの方から、おスープからいきますね。
なんか香ばしい味する。まあ、確かにごま油はあるな。香ばしいごま油かな、これ。ネギ塩チキンってなんかわかる気がするけど、これ食べて何味って言って、ネギ塩チキンやろっていうのは、わからんかもから。これ何の味って、あ、ネギ塩チキンやろこれ。ごま油のって言って。出てこないかもから。で、ごま油はわかる。で、ちょっと焦げ目というか、なんかそういう、うん、ちょ、熱なってきた。うん、そんな感じかな。うん、ほな、ではでは。いただきます。いきます。はい。おぉ。うん。ああ、もう全然チキンラーメンの麺やけど、味はしない。もう全然ま、全然違う味。そのチキン味のチキンがちょっとわかりづらいんだよな。チキン味が。うんうん。でもなんか香ばしくて美味しいな。これなんやろうな。食べてみる。うん。謎肉的な感じこれ。うんうんうん。謎肉的な感じやな。ああ。でも、美味しいわ。で、どこでチキンの味がするんかなっていう疑問点はあるけどな。で、すごい香ばしい、ほんま。ペロリといっちゃうこれ。難しいな、これ。何か特化した味を探してんねんけどな。難しい。そのチキンを期待してんねんけどな。ああ、香ばしいな、これ。美味しいわ、美味しいわ。どう表現するか難しいね、これ。今ちょっと考えながら食べてるけどな。汁吸うわ。ごま油はわかる、これ。これなーこれなー難しいな、これ。これ何の味って言って、ごま油のネギ塩チキン味っていうのは答えられにくいと思う、多分。だけど、一つ言えるのは、普通のチキンラーメンより、なんか美味しく感じる、なんか。なんか違う、なんかこれありやと思うよ、かなり。だけど、ネーミングがちょっとな、ちょっとな、そそり、想像しにくい、ネギ塩チキンとか想像しにくかったけど、なんとなくわかるけど、一発で当てろって難しいやろ、これ。